こんにちは、吉田さん。未来資産についてちょっとね、簡単に計算してみたところがあったんですけども、イリュージョンのセミナーの中でもお話したことあるんですけども、YouTube の動画を1万本作った時点で、売り上げ1億円なんですよね。だから、私の動画は1本1万円っていうふうに、Google には評価されているっていうことになると思うんですよね。この7年間ですかね。主には後半の5年間ですけども、YouTube の動画が今1万5000本ぐらいになったと思うんですけども、一般公開でね。で、限定で、もうこれね、個人宛てなんで、限定公開は一般公開できないんですけども、それを含めると2万本以上動画を作ってきて、やっぱりね、動画1本が1万円ですよ、今。なんだっけ、おしなべてみたらね、再生数の大きいやつも、再生数のなんか20、30のしょぼいやつも。そうなってくると、この作った動画が、またね、例えば今日動画作るのやめてもずっと売り上げを出してくれると思ったら、これ計算するとね、1日10万円入ってるんですよ、私ね。なんかもうとんでもないことになってきたなと思って、これはね、もうちょっとよく金銭感覚が狂うって言いますけども、この数字見たら金銭感覚狂いますね。たまにね、思うんですけど、やっぱり私自身日当6300円とかで働いてた時があったんですけども、ガードマンしてる時、あれがなんかものすごくまさにイリュージョンっていうかね、本来は金銭感覚って1日6300円をやっぱり忘れちゃいけないんだろうなと思うんですよ。で、今なんかそのこの前もセルシオを8月に入れて、もうセルシオの動画を上げることによってもう1万円以上の稼ぎがセルシオの動画自体であるわけですから、これ10ヶ月繰り返したら10万円以上とかね、もうって言ったら実質的には20万ぐらいになって、結局100万ぐらいで買った車が1年間ぐらいでペイできちゃうみたいなこともね、もしかしたら起きるかもしれないんですよね。なんかそう考えたらありがたいんですけども、1日6300円っていうのをやっぱ思い出さないと、私はね、なんか全然別のところに行っちゃって、ともすればね、コツコツとこう、日々ね、意欲を持って、頑張って稼いでる人の気持ちがだんだん分かんなくなってくるかもしれないなと。それは私が動画をやったらこんな未来があるんだよとか、未来資産っていう思考にたどり着けるんだよっていうことが分からないのと同じぐらい、自分がもともといたその段階の、人の気持ちが分かんなくなってくるっていうところにもあるんで、やっぱりね、いつもこう初心に帰るなんて陳腐な言葉ですけども、いつも思い出さないといけないなと思いますよね。それでね、今回の動画はね、そんなね、神妙なことを言いたかったんじゃなくて、ちょっと吉谷さんにね、面白い話があるんで、お聞かせしようと思ってるんですよ。それはね、広島市にいた時に、あんまりこの話ね、しなかったんですけども、以前一回だけね、動画でしたんですよ。ちょっと思い出したんで、もう一回させてもらうと、それはね、風俗店の店長の話なんですよ。その方はね、もう辞めてると思うんですけども、デリヘル店をやっていて、一応儲かるらしいんですよ。で、儲かってるねっていう話から、私もね、麻雀ってあんまり儲かってないんでっていうところで、儲けの話になってきて、いずれその話っていうのはね、また別でしようかと思うんですけども、肝心なのはその、従業員の話なんですよね。私も従業員にしっかりと教育ができなかったんで、売り上げが立てられなかったところがあったんですけども、いや、風俗店の店長、ね、店長っていうかもうオーナー店長ですけども、どういうふうに従業員さん扱ってるんですかっていうふうなことを聞いたら、ね、すごく興味深かった話があったんですよ。やっぱり業界の中にいないと分かんないなとかね、人を使ってみないと分かんないなってことがあって、それはね、何かっていうと、久保さんと、デリヘルの若くしてね、18から22、23、時々25、26ぐらいが来るんだけども、その風俗店デリヘルで勤める女の人ってどんな人か分かりますか？ですからね。いや、借金苦で苦しんでる人じゃないですかって聞いたら、そういうのはね、最近いないって言うんですよ。最近は、もうなんか働くのがバカバカしくって、で、男に貢いでもらうことを覚えちゃってね、ちょっと甘い言葉とそれなりの態度を見せれば、お金持ってる男性はひょいひょいと、若い自分には寄ってくるということが分かった人が、もうね、月に15万、20万みたいなところを一生懸命面接して、日々コツコツと通ってみたいなところがもうバカバカしくって、そんな金銭感覚はもう全然わかんないから、デリヘルで1日5万、10万稼いでいくんだみたいな感じで来るんですよ、と。で、出勤すれば5万、10万になるわけですよ。仕事をこなさないといけないんですけどね。
けど元来サボり屋なんで、なんかね今日は気が向かないなとか思ったらいきなり休むらしいんですよ。だからそのデリヘルの出勤予定に誰の予定も入れられないから予約がね全然取れないって言うんですよ。本来でしたらああいうのは接客商売なんで予約で埋めていかないといけないのに、出勤未定みたいな感じでね、当日しかスケジュールが組めないから本当にねしんどいですよ、うん、で今はそんなことはないんだけど、そういうところからスタートしてるんですよ。久保さんと、久保さんのところはとりあえずみんな出てくるでしょ。たまにサボるやつがいるかもしれないけども、私のところは出てくるかどうかわからない毎日を繰り返してるんで、もう胃が痛いですよと。そんなところからね話が進んだんですけども、じゃあどうやってねその女の子たちを気持ちよく出勤してもらうかっていうと、まずは最初はもう家まで行ってね迎えに行く、そうなんですよ、この船長が。それでいろんなね愚痴を聞いてあげたりとかね、どういうふうに、お客さんと接していけばいいのかとかね、レクチャーしたりとか、とりあえずその気にさせるために、もう究極は従業員の女の子、その時は12人いたって言ってましたけどね、12人をまあ彼氏ではないんだけども、そのぐらいの気持ちで接しないと、もう自分にね惚れてもらわないと、自分のために出勤するみたいな感じにしないと、オーナーのためにもうやってくんないですよと。だからまあお客さんとの関わりとか他のプライベートの関係で腐ってきたら、メンテナンス代わりにもう本当にセックスまでしないといけないと、うん、でまあそれ聞いて、じゃあいいじゃないですか、風俗店のね店長ってなんかそういうのはご法度かと思ってたら、なんか逆にスタッフの女の子にねセックスをすれば出勤してくれるようになるんだったら、もう言うことはないじゃないですかって、12人もって言ったら、久保さんそんなわけないでしょとそんなねメンテナンスのための商品を手入れするためのセックスですよと、そこに感情とか気持ちとか入んないですよと、はっきり言って毎日ねこんな女のために俺は立つんだろうかどうだろうかって、そんな葛藤で胃が痛いと。でオーナーの方に聞いたんですよ、店長にね。で何々さんはあれでも彼女いましたよねって言ったら、いますよって言うんですよねで彼女も私がこういう仕事してるから基本的に毎日ねすごく不安でやきもちで勘ぐるって、でもうなんかトゲトゲしてるらしいんですよ。だから愛情を確認するために彼女にはもう尽くして尽くして尽くして、でやっぱりこう愛情を込めたセックスもすると。そうなるとね、久保さんどういうことになるかっていうと、日々毎日セックスは1回か2回かするんですけども、自分の従業員の女の子を機嫌よくさせるために彼氏の気持ちギリギリまでのセックスとピロートーク、もう完全にこれはね商品をメンテナンスしてる感覚ですとね。麻雀卓の手入れをしたりとかね、お皿を拭いたりとかって、ああいう感覚ですよ、久保さん分かります？あそこに愛情を込めるとか言って美談はあるかもしれないけど、基本的には流れ作業ですよ。私も流れ作業ですと。スタッフの女の子とセックスしたりね、ご飯食べたりとか服を買ってあげたり、全部メンテナンスですと。で自分の肝心な彼女にはご機嫌を取るための奉仕のセックスの、俺は一体何のために生きてるんだって感覚になるから、当然私は自分の喜びのためのセックスは風俗に行ってやるって言うんですよなんだこの人の人生だって思っちゃいましたね。いやでも聞いてみると、そうやることによってだん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 スタッフの女の子も何も言わなくても出勤をまあなんかねサボらないようになってくるし、客商売を覚えてくるし、自分がメンテナンスのセックスをすることによってお客さんへの対応もどんどんねテクニックを上げてきて、人気のいわゆるキャストさんになっていくみたいなことを言ってね、なんか大変なんだなと。で久保さんも麻雀やることあると思いますけども、それ楽しみでやってますって言ったら、まあそういう部分もあるけど基本的にはもうしょうがなくやってますねでしょで結構その辺から話があってきてね、で彼女は本当にどうだったんですかって言ったら、彼女もそういう涙ぐましい私の苦労努力ストレス発散方法を全部知ってくれて、もうなんか自分もなんか分かってあげられなくて悪かったねみたいなことを言い出したというで、まあでもね基本的に暮らしは変わらないんで、やっぱりこうムカムカすることがあるらしいですよみたいなこと言ってましたね。まあ最終的にはその人と結局仕事を辞めて、いい感じの旅に出た、旅っていうか人生の旅に出たっていうね形なんですけどね。まあここで何が言いたいかというと、やっぱりねプロのレベルまで行くと
普通の人じゃ想像できないような考え方、見方、行動、結果を出しているってことなんでしょうね。まあ、私がさっき冒頭で申し上げましたようにね、私が動画を1本撮ったら平均でそれがね1万円になってきて、今までネットビジネス参加して今今日までのね人生振り返ったら日当10万ですよって言ったら、わすげえな、羨ましいなっていうところみんな感じますよね。感じるけども、でも振り返って自分がやったことをね、過去じゃなくて未来にこれからやるって言われたら私は多分できないですね。なんでできたんだろうと思いますよ、ここまでのこと。なんか何かに焚き付けられて仕方なく苦労してやったって感覚もないし、なんか無遊病者のように何も考えずにとりあえずやって、そのサイクルが続いて今日もできて、なんかできたみたいなね。いや私は何を失ったんだろうかと思っちゃうんですね。なんかこう心を失ったんだろうかとかね、何を失ったんだろうかみたいな、うん、まあ悩むことはなかったんですけども、おかげさまでね今日みたいな暮らしができて、ただこうやって8年間走り続けてきて、ふと気がつくとこのビジネスっていう世界でね、未だに一緒に歩き続けてるのは吉谷さんしかいなかったなというところなんですよ、うん、ですよね。吉谷さんも多分同じじゃないですかね。なんでやらんねんとか思うでしょ、なんでそっちやるねんみたいな、ね、思うでしょ。なんかその仕事ってお金のためにやるっていうところが最初の動機のはずなんですけど、仕事をやること自体が楽しくなっちゃったり目的になっちゃう、手段が目的化するっていうんですけどね、それもまあでも否めないですけどね、うん、私はもう単純にお金がもうあればやらないっていうね、お金があればそんなことしません、めんどくさいみたいなね、なんで誰かのために尽くして仕事するんですかみたいな、ね、思っちゃうんですけどもね、うん、でもなんかこう今ね、まあ、求められておせっかいにもねサポートしたりするとまたなんかね別の段階が見えてきたっていうか、あれほどもう自分の人生を過ごすために隠居までして町を離れて人間関係を絶ってきたのに、うん、でもね今ねまたねこうやって求められればなんかやってしまう時があるなとかね、うん、それこそもうよし今回は商売抜きだみたいな気持ちだったりねするんですけども、うん、なんでしょうねこれはね、うん、なんかやっぱこう誰かに頼られているっていうのはなんかいいもんなんですかねやっぱりね、まあいいもんなんでしょうねきっとね、誰かのために何かをやるみたいなね。まあでもこれ自分のことが十分できてない時に誰かのためにやるっていうのはものすごくね、人生をスポイル、いわゆる無駄遣いすることとか壊しちゃうことにもなるんで本当進められないんですけども、もう生き切って余裕ができたらそういうことができちゃうのかなと思いますね。さっき の風俗店の店長の例でもないですけどね、だって自分のためにやってなかったですよ最初。仕事を維持するために自分で考えて、なんか自分のねお店のキャストさんに喜びのセックスをしてね、で彼女には奉仕のセックスをしてね、そうしたらその店長は女の人とセックス以外で繋がらないわけだけども、でもそれできちんと信頼関係を培ってね心を掴んだわけなんですよ。そうなるとですよ、心を掴んだ後でやっとセックスにたどり着く普通の人の暮らしは何なんだよとか思っちゃいますね。これはね何なんでしょうねこれはね、まあいろいろあるもんですけども、あその道に入って生き切らないと見えないもの、生き切ってないから見えないもの、うん、ここなんじゃないかなと。確かにね山を登ってる途中では見えないものばかりでね、だからいろんな幻想を抱いてこれが正しいんだって、山を登ってない人は山の登ってない人が正しいと思うものは大抵違ってるんですよね。登り切ってみると、あ、全然違ったじゃんみたいなことが見えてくるんですよね、うん、登り切るまでは景色が見えませんからね。いや、そんなことをね思い出した今回の動画でございました。付属店の店長ね、全然羨ましくないですね、もうこうなるとなんかねすごいですね。まあ付属店の店長は羨ましくないけどもでもこうやってもうほっといてもね YouTube が働いてくれるっていうのは羨ましいですね。ただし YouTube の広告収入はもうそろそろ打ち切られるような気がします、私は。だからメンバーシップを育てていかないと、まあ、私もメンバーシップね結局随分取れてますけども、単価390円ですからね。でもメンバーシップ多分ね1000人ぐらい行くんじゃないかなと思うんですよ私、このまま続ければ。うん、このペースだったらね、なんか2年とか3年で1000人いくんじゃないかなと思いますね。
そうなったら毎月39万ですからね、入金が。これまたなんかワクワクするなと。さあ、メンバーシップのネタが私にどこまで作れるでしょうか。まあまあ、あ、ちょっと長くなるんでこの辺にしましょうか。いってらっしゃい。